いや本当肌寒くなりましたね、はい、今日は、一日を通してすごく寒い一日でございましたけれども、今日は、こちらの木曜日に納車を控えております、はい、新車のソリオで、まあ、ちょっと珍しい案件といいますか、はい、今千田さんの手にはじゃじゃん、まあ、おなじみですねキーレスのリモコンはよく、紹介をさせていただきますが、はい、もうおなじみなのはもうこの組み合わせですよね、はい、普通皆さんの手元には2つあると思うんですけども、はい、ちょっと1個ずつ操作していただいていいですか。まず1個目、はい、あちょっと今ピーと音が鳴って、多分どっかがハンドアなんだと思いますけど、はい、で今度2つ目、はい、そうですね、作動しますね。でもう1個、はい、ちゃんと作動してくれております、はい、皆さんの手元にはおそらくも新車の納車の時に2つ、はい、鍵を渡して中には1個なくしちゃったなんて方も、時々いらっしゃるんですけれども、はい、結構大切なものですのでなくさないようにはしていただきたいんですが、新車を納車する前にですね、実はこうやって3つ登録、はい、まあ、登録というともう完全に私たちの専門用語になってしまいますが、3つ鍵を使えるようにすることができます。まあ、篠崎さんの車は2個、私は2個ですね、2個ですね、はい、はい、ということで、実はこちらのソリオで行きますと最大4個まで鍵を登録できます。もちろんまあ鍵を買っていただいたりとか、登録させるためのまあ費用がかかったりとかっていう、まあ、ただで何でももらえるわけではもちろんないんですけれどもやろうと思えばできますっていう、そういうご案内になっております。まあ、3つどういうふうに篠崎さんなら使いますか。そうですね、3つ、まあ、いろいろあると思いますけど、やり方は、はい、まあ、私は家族、そうですね、家族、お父さん、お母さん、私みたいな、なるほどですね、まあ、そういうふうになりますよね、まあ、わざわざ鍵を手渡すのも面倒くさいし、ね、はい、ちょっと車借りるよっていう状況になった時に、はい、もう渡してる鍵でそのまま使っていただけると思いますし、まあ、例えばご夫婦でお車ご利用の際なんかっていうのは、まあ、奥様、ご主人様、はい、そして、まあ、予備とかですね、まあ、基本的にはもうご自宅の方に予備を置いていただいているといいかなと思いますけれども、そういう伝え方もできるようになっておりますので、まあ、絶対にしないといけないわけではもちろんないんですけれども、もしもう一つ鍵があったら便利だなと思っていらっしゃる方はですね、鍵をもう一個ご注文いただいて、まあ、費用はかかりますが登録手数料とか、部品代、その他の諸、まあ、費用をですねお支払いいただくと、まあ、最大で車によってはセフトスポーツの ZC32S も一応できるようになっておりますので、ただまあその全部の車でできるというわけではないものですから、気になる方はですね自分の車車種、年式によってまあそれができるのかどうかというところもお尋ねの上でご注文いただきたいと思いますので、はい、4つぐらい持ってきましょうか。今時の若い女性が鍵4つ持ってたらいいんじゃないですか、アクセサリー的な感じでまあ持ってて損することはないと思いますので、ね、ですけどねまあ、ただ数が多くなるとなくす可能性はありますので、そうですね、はい、もう1個、逆に1個だけとかに絞るのもありかもしれないですね。もうなくせないそのハラハラ感と戦いながら毎日過ごすっていうですねそういうのもありだと思いますので、はい、まあ、ぜひ篠崎の方へに、また私吉田の方までですね、はい、お電話でも結構ですのでお問い合わせいただきたいと思います、はい、さよなら。